クインティリアヌス・マルクス・ファビウス・クインティリアヌスは、ヒスパニア出身のローマ帝国の修辞学者、中世、ルネサンス期の著作に広く言及されている。クインティリアヌスは、ヒスパニアのカラグリスに生まれた。父親は、教養ある人物で、息子をネイロが統治して間もないローマに、修辞学の勉強のため留学させた。そこで、クインティリアヌスは、ドミティウス・アフェルトの信仰を築いた。それが、 常の習わしであった、高生活の中で野心を抱く若者たちが、その手本を先達に求めることが、そしてその人を仕とみなすことが、明らかにクインティリアヌスは、アフェルを自分の手本として、その弁論を聞き、法廷で裁判の弁護をした。アフェルは、セネカの時代の一般的な弁論家よりも厳格かつ、古典的で、聞ける風の弁論家だったと言われている。 クインティリアヌスのキケロへの敬愛はおそらく、このアフェルによって導かれたのであろう。59年にアフェルが死んだ後、クインティリアヌスは一旦スペインに戻った。おそらく、出身地の法廷で法律の経験を積むためだったと思われる。68年、クインティリアヌスは、ネロの後継皇帝、ガルバの随員として、ローマに戻った。とはいえ、ガルバの側近ではなかったようで、 翌69年にガルバが権力争いで殺された後もクインティリアヌスは無事生き残ることができた。四皇帝の都市と呼ばれる混沌とした内乱期の時にクインティリアヌスは修辞学の学校を開校した。生徒の中にはショープリニウスがいて、もしかしたらタキトゥスもいたかもしれない。皇帝ウェスパシアヌスが失政官となって助成金が下り、 財政上の懸念が取り除かれたことで、クインティリアヌスは、より学校に身を入れることができるようになった。特に芸術に関心はなかったが、知識階級と信頼できる支配者階級を作る手段としての教育には関心があった。さらにクインティリアヌスは、法廷にも立ち、依頼人の弁護をした。クインティリアヌスの私生活はほとんど知られていないが、弁論家の教育の中で、クインティリアヌスは、 若くして死んだ妻と父親に先立って死んだ二人の息子について言及している。88年、ドミティアヌスの在位期間、クイーンキリアヌスは教育、弁護の両方から身を退いた。おそらく経済的な余裕と、余生を悠々と生きていける人間になれたことが引退クイーンキリアヌスは何人もの皇帝の知性化を生き抜いた。ウェスパシアヌスとティクスの知性では、 比較的平和だったが、ドミティアヌスの時代は、一番良い時でも廃れた時期だろう。ドミティアヌスの次第に強まっていく、残忍性と疑心暗鬼に、クインティリアヌスは、おそらく距離を置いたに違いない。しかし、ドミティアヌスがそれに立腹したわけでもなさそうに、思えるのは、90年に、クインティリアヌスは、ドミティアヌスの二人の命の息子と相続人の、家庭教師になったからである。しかし、 それをもって、信用の証とは言えないのかもしれない。その時点で、弁論家の教育を完成しておらず、二人の若者、不安定な皇帝の潜在的ライバルは追放されいなくなった。クインティリアヌスはその余生を、弁論家の教育の執筆に費やした。没年月日は、正確なところはわからないが、百年頃ろだろうと言われている。クインティリアヌスの唯一現存している著書は、 95年頃に出版された全12巻の修辞学の教科書、弁論家の教育である。この本は修辞学の理論と実践のみならず、基礎教育者で弁論家であるクインティリアヌス自身の成長も書かれてある。初期のテキスト、ドコシスカープテ・エリキンティは現存していないが、後の弁論家の教育の見解の過準備の解説だったのではないかと言われている。他に、 クインティリアヌスの作と言われるものに大規模弁論集と小規模弁論集という2冊があるが真の作者が誰かをめぐっては議論がある。現代の研究家の何人かは彼の名前で広まったこの演説はクインティリアヌスの体系や彼による実際の訓練のどちらかに使われた一人の研究者の抗議記録だと考えている。前述したようにクインティリアヌスは皇帝、 ドミティアヌスの治世の最後の年にこの本を執筆したローマ皇帝の中でも、例えばネロ、カリグラ、ドミティアヌスの治世下は、時が経つにつれて、ますます非道なものになっていった秘密警察が、盛んにローマ市民を餌食にしていき、元老院議員たちでさえ様々なやり方で盛んに、お互いを密告し合ったドミティアヌスの治世下、 皇帝に対する不敬のほんのわずかの疑惑でも極刑に値した社会的政治的腐敗がはびこっていた。最大の皮肉は堕落したドミティアヌスが公衆道徳の責任のある終身監察官に自分自身を任命したことだった。こうした背景で国の敵を公に告発したことで弁論家としての名声を模索したキケロの流れを受け継ぐ弁論家を見つけるのは困難であった。 アウグストゥス以降の皇帝の統治か、そのような立場を取ることは、率直に言って危険すぎた。従って、キケロの時代以降、弁論家の役割は変わってしまっていた。当時の弁論家は何よりも裁判での弁論を制御としていた。そんな時代に、クインティリアヌスは、過去の理想主義を投げ込もうと試みたのである。政治的雄弁は死んだ。そして、ローマの誰もがそれが死んだことを知っていた。 しかし、クインティリアヌスは、自分の教育的理想として、過去の世代の雄弁を相手選んだ。クインティリアヌスの時代には、修辞学は、主に三つの面からなっていた。理論、教育、実践である。弁論家の教育は何ら独創性を主張するものではない。クインティリアヌスはこの本をまとめるのに、多くの文献家、折中主義と言えるかもしれないが、たとえ他に比べてキケロが突出しているにしても、 何か特定の学派に固執することは避けた。さらに法則を短く簡潔なリストにすることも避けた。修辞学の研究と技術は切り詰めることができないと感じたのだろう。それゆえに、弁論家の教育は十二巻という膨大なものになったのに違いない。ローマの修辞学の流星は、紀元前一世紀中頃からクインティリアヌスの時代までである。しかし、クインティリアヌスの時代に、 人気のあった弁論術のスタイルは白銀期と呼ばれるもの、つまり明瞭さや正確さ以上に過敏な飾り付けを好むものであった。弁論家の教育は多くの点でその傾向に反するものとして読むことができる。それはより単純で、より明瞭な言語への回帰を推奨していた。平民の出の男、親しみやすさを持つ地に足のついた 現実主義者だった皇帝はエスパシアヌスの影響もあるのかもしれない。ウエスパシアヌスは角と行き過ぎを嫌い、クインティリアヌスへのパトロネージュにもその言語感が影響を与えたのかもしれない。クインティリアヌスが理想のスタイルの首相者とみなしたのはキケロであった。前世紀、キケロのはるかに簡潔なスタイルは一般的だった。このことは自然と技術についての解説で述べられている。 クインティリアノスは明らかに自然を、それもとりわけ言語において好み、同時大臣に人気のあった極端な飾り付けを嫌った。複雑の道を過ぎたスタイルを追求する中で、自然な言語と自然な思考の通りから逸脱したことは、弁論家にもその聴衆にも混乱を生み出していた。自然を自分の指導者として、それに従い、人目を引くスタイルに気を使うことをしなければ、 波の弁論家であっても、難しい問題を扱うことができる。弁論家の教育は、実質、修辞学の技術面の包括的教科書である。2> 第2巻11章から第6巻。第2巻の最後にかけて、クインティリアヌスは、自然の通り、自然と、 技術の関係、発案、証明、感情、そして言葉などの話題をぎっしり詰め込む。そこで論じられた中で最も有名なものは、天義法とスキームについてで、第8巻と第9巻に書かれている。天義法は、ある語を別の語に置き換えることを含み、スキームは、言葉の指示あるいは意味のどちらかに変換する必要が、必ずしもない。天義法の一例がメタファーであり、 言葉の意味の変換である。一方、文才は言葉に新しい面、または大きな感情的価値を与え、次の二つに分かれる。一つは思考の文才で、それは照明をより力強く見せるか、あるいは優雅さや飾りをつけ足す。もう一つは言葉の文才で、これはより細かく、その中で言葉の性格が形になる文法的なものと、その中で、 言葉の所在が主要な要素となる修辞学的なものに分かれる。弁論家の教育の素晴らしい部分は、もちろん修辞学の技術面を扱っている部分で、アリストテレスの弁論術やキケロの弁論家についてなどと並んで、修辞学についての古代世界を代表する著作の一つである。弁論術の要素は次の五つに分かれる。発想、配列、素地、記憶、講演である。 各々の,の,の要素、とりわけ最初の三つのために、クインティリアヌスは論点の発展と表現の中で習得され考察されなければならない要素すべてを徹底的に解説した。この徹底して実用的な助述は、弁論家として教師としてのクインティリアヌスの経験が反映され、多くの点でこの本はギリシアとローマの修辞学理論の完成とみなされるべきだろう。 この本でも他の論文でも、クインティリアヌスは一貫して、理論的なものよりも、むしろ実践的で応用できる面にこだわり続けた。現代の多くの理論家と違って、クインティリアヌスは、比喩的言語を、言語学的な指示の定着に対する脅威として見てはいなかった。言葉の指示的な使用は常に第一次の意味を持ち、比喩的な言語の使用は、ごく稀に追加されるもので、 決して置き換わるものではないというわけである。それで私の狙いは完璧な弁論家の教育である。弁論家の教育の第一巻は主に弁論家の訓練の方法。初期の包括的な教育の焦点は多くの点でクインティリアヌスの経験を反映したものである。皇帝ウェスパシアヌスによって教育の公職につけたことは一つの良心的な 教育の時代の現れであって、長きにわたる教育者としてのキャリアとは別に、その教育方針へのクインティリアヌスの貢献がこの序論であり、それはこの本のハイライトと考えられている。クインティリアヌスの弁論家の教育は、ローマの教育史におけるランドマークである。それは、長い発展の頂点で、それにとって変わるものはなかった、クインティリアヌスほどの権威を持って話せた、教師、第二の 弁論術の教育を生み出すほど十分な技術理論に関心のあった弁論家はいない。クインティリアヌスの教育理論はキケロとはまた異なるものであった。キケロは幅広く一般的な教育を要求したが、クインティリアヌスはよりポイントを絞った。クインティリアヌスは誕生の瞬間から父親が高い希望を考える段階的な教育のプロセスを据えた。懸念は 子供の乳母が綺麗に話すことができるか。クリュシッポスによるとこの考えは、乳母が哲学者でなければならないことになるということと、両親と子供の教師がちゃんとした教育を受けているかということである。両親については、父親だけに限定されるものではないとクインティリアヌスは言う。良い教育を受けて母親は弁論家を育てる重要な人物とみなされる。クインティリアヌスは、 教育に適した文学も広く挙げ、そのために、この本は文芸評論の重要な本でもある。特定の作家たち、とりわけ偉大な作家及び弁論家の例として挙げている、キケロをはっきりとひいする一方で、例えば、ガイウッサルスティウス・クリスプスといった平凡な作家たち、反対のタイプのスタイルを持つ影響力の大きな弁護士にさえも、いくらか考慮しているのは、 クインティリアヌスの構成さと言えよう。クインティリアヌスは今日でも問題とされる多くの教育の問題を論じる。前述したように、教育は早く始めるべきというだけでなく、教育は子供にとっても楽しいものであるべきだとも述べている。何者にも、まして我々はまだ教育を愛するに十分の年齢に達していない子供たちが教育を好きなるためには幼い時に経験した。 楽しい思い出は残るもので、教育の本来の楽しさ、美しさを伝えるのが当然であり、子供の勉強は娯楽から作られるべきである。現代の修学前の子供たちへの教育玩具は、クインティリアヌスの意見が正しかったことを示している。クインティリアヌスは、さらに家庭教育に対する学校教育の様々な賛否についても説明し、最終的に、それが良い学校である限り、 学校教育が望ましいと試験を述べている。つまり、学校教育は勉強と一緒に、社会的なスキルも教え、隔離されたところで勉強するよりも有益であるというのである。しかしながら、一つ注意しておくべきは、クインキリアヌスが良い教師は自分が管理できる以上の生徒を受け負うべきではなく、それは彼が我々と友好的で親しみのこもった関係にあり、また、 教えることは義務ではなく好きな仕事となるようにすることが何よりも重要なことであると述べていることである。しかし、弁論家の育成についてのクインティリアヌスの最も興味を引く点は何よりも道徳を教えなければならないというものである。クインティリアヌスにとって良い人間だけが雄弁家になることができる。それはキケロと相違する点とも言えるし、あるいは弁論家は 良い人間でなければならないとするキケロの訓示をさらに推し進めたものとも言える。クインティリアヌスは文字通りに悪い人間は弁論家になるべきではないと信じていた。なぜなら弁論家の目的は説得をもたらすことで我々は自分たちで信用の価値があるとわかるものしか信頼しない。これはおそらくクインティリアヌスが生きた時代の不正と法等さに対する反動であろう。 クインキリアヌスは、弁論家の役割が衰退したのは、公衆道徳の衰退が原因だと考え、悪徳から解放された人間のみが厳格な、弁論術に関わるべきである。しかし、良い人間は常に真実を話すわけではなく、さらにはより良い主張を擁護するわけでもない。大事なことは、動機としての行動ではない。したがって、クインキリアヌスの言う良い弁論家は、個人的に良いが、必ずしも、 公的に良いわけではない。弁論家の教育にはこれまでいくつかの限界が指摘されてきた。その中にはあまりにも修辞学の修行に陥っているという指摘がある。クインティリアヌスの地位と職業ゆえに外側から修辞学を見ることができなかったのである。したがってクインティリアヌスがその価値についていくつかの疑いを思ってみることは難しかったのだろう。クインティリアヌスの道徳的に良い人間としての 全論家の概念もそれを表している。クインティリアヌスにとっての修字学はそれ自身の中に本質的に善であったのだ。それはさらにクインティリアヌスの哲学観にも反映している。クインティリアヌスは修字学を全ての教育の基礎と考え、哲学はその優位性への挑戦だと見ていた。クインティリアヌスのもう一つの限界は必然的に彼自身が 自己の教育的伝統の犠牲者であることである。戦術したように、クインティリアヌスは、ビジレイクだらけの極度に修辞的な言葉の時代に生きた。その中で、クインティリアヌスは、自然な言語を好み、また、言葉が教えられるやり方の中にある程度の単純さを投げ込もうと試みたものの、流行には逆らえず、時代の不自然な言語を受け入れることを余儀なくされた。最後に、ある人たちは、 クインティリアヌスの理想とする弁論家の概念に疑問を持っている。弁論家の教育の中で支持される教育は、これまで存在しなかったし、おそらくこれからも現れないであろう。人物を作ることを目論んでいた。クインティリアヌスは、キケロの時代からの変化にわざと気づいていないように見える。もし居場所がどこにもないのなら、この完璧な弁論家は、何のために作られるのであろうかというのである。 クインティリアヌスの弁論家の教育の中には、弁論家セネカへの批判がある。クインティリアヌスは、執筆にとどまらず、当時支配的だった帝国的な弁論スタイルを修正しようと試み続けたが、そのスタイルの代表がセネカであった。セネカは、クインティリアヌスが研究する他の著述家に比べると、最近の人物であったが、ポストのオールイコール古典的なスタイルを評価する中で、 セネカに対する言及は批判にしろ皮肉な賞賛にしろ避けられないことだった。彼のスタイルは多くの部分のために不正で極端に危険であるのはそれが人を引きつける欠点に満ちているからであるとクインティリアヌスは信じていた。セネカはそのスタイルが時々魅力的だったので二重に危険であるとみなされていた。セネカを読むことはセネカとそのスタイルに付随して起こる判断に重く。 影響を及ぼす。ラテン語の詩人マルクス・ワレイウス・マルティアリスが86年に交換した短い歌はクインティリアヌスに向けられたものである。クインティリアヌス、道に迷う若者たちの偉大なる指導者、あなたは誉れである。クインティリアヌスよ、ローマの東和にとって。しかし、マルティアリスは意味ありげで、基地に富む侮辱で知られる人であったから。 この賞賛を学面通りに受け取るべきでないのかもしれない。引用したのは冒頭の行だけで、残りはというと、例えば6行目は彼の父親の調査評価を超えることを望んだ男と書かれてある。これはクインティリアヌスの野心的側面と富と地位を負ったことについて語ったものである。死後、クインティリアヌスの評価は時代によって変動した。教え子だったショープリニウスや、 おそらく教え子であったろうユーエナリスは、教職にあった人間にしては、異例の、真面目で属性の成功した一例と言及された。3世紀から5世紀にかけて、クインティリアヌスの影響は、例えばアウグスティノスらに見受けられる。アウグスティヌスの記号や、比喩的な言語に関する論は、いくらかは、クインティリアヌスに覆っている。またブルガータの皇帝者、 ヒエロニムスの教育理論は明らかにクインティリアヌスの影響が見られる。中世には弁論家の教育は断片のみが存在するだけになっていて、クインティリアヌスの本は忘れられたかに見えたが、中央ヨーロッパで完全な写本が見つかってから、イタリアの人文主義者たちによって再評価された。イタリアの詩人ペトラルカは今は亡きクインティリアヌス宛てに、 新しい人文主義的教育のためのインスピレーションを提供したという手紙を書いた。このクインティリアヌス熱は人文主義者たちの間に広がり、15世紀から16世紀の北ヨーロッパにまで達した。ドイツの神学者にして宗教改革の中心となったマルティンルターは、彼の教育と同時に論証的雄弁術、つまり言葉と行動で最も適切な彼の教え方について、他の どの著者よりもクインティリアヌスを好んだと主張した。これを頂点に、クインティリアヌスの影響は、幾分衰退はしたようだが、イギリスの詩人アレキサンダー・ポープは、詩で表現した、批評論の中で、クインティリアヌスについて、こう言及している。我々が知るクインティリアヌスの厳粛にして、内容豊富な本の中に、最も公正な規則と最も明瞭な方法が、結びついている。さらに、彼は、 モンテーニュやレッシングのような著者たちにも言及された。しかし彼は文学史に重要な貢献をすることなく、19世紀になると彼は読まれることもなくなり、編集されることも稀になってしまったように見える。比較的最近になって、クインティリアヌスは再び評価されるようになったように見える。文芸批評のアンソロジーの中に取り上げ、クインティリアヌスは 子供中心の教育の最も初期のスポークスマンであるとみなされ、彼の初期児童教育理論について論じられている。また、クインティリアヌスの本は、修辞学的体系について大いに充実していることから、職業的著作、修辞学の学生たちに与えるものも少なくない。インスティトーショーオラトリア、イングリッシュトランスレーション、ウィズ・インディスス、サーチエンジン、ビブリオグラフィー、 and history of the text at, Iowa State Institution Oratoria, Latin Text and English Translation at, en, Lacascacius Institution Oratoria and the Disputed, d e c l a m a t i n e s Majors Latin Texts, at the Latin Library Detailed Outline of Institution Oratoria, Outline Short Biography of Quintilian, About Article on Quintilian from NNBD, Quintilian, A Timeline History of Institution Oratoria and Its Influence MS ありがとうございます。